さあやってまいりましたサスケハッピーバトル第33回、実況は私ハピヤマハピヒャロがお送りします。今回も 1v1v1、 このファーストステージ3コース3レーン3コース設定、果たして今回優勝する挑戦者は誰なんでしょうか。7人が今回はエントリー。まず1回戦グループはユユとイス、セイさんかり。さあスタート。ユユトトイス、セイさんかり。さあイスは第31回で3位を取りました。セイさんかりもここは3大会ぶりの出場。さあセイさんかりがリード。ユユトもここは食らいつく。ユユとイス食らいつく。さあセイさんかりが先に第4エリアを超えている。あとイス落ちている。さあこれによりイスの3位が確定し、さあセイさんかり、うんとここはさあユユと逆転があるか。さあユユとこのまま登り、さあセイさんかりも登ってきたが、ユユとが押した。さあユユといきなり1位を取りました。1位は3ポイント、2位は2ポイント、3位は1ポイント。ユユといきなり3ポイントを獲得する。さあ大きいポイント。スタート。1回戦グループ2巡目。さあスタート。まずは両者全員超える。さあまずは青色が先行する形、そしてそこに続く竹、竹はここから挽回していきたいというところ。さあ踏切ストも追いかけていく。さあまず青色が突破、そして竹も突破。さあ踏切ストもここはしっかりと泳いで着地まで。さあ縦が壁一発でいって、さあまさかのここは逆転。まず1位を取って、そしてどっちが行くか、あっと青色、青色3位に沈んでしまった。さあ縦50勝ですかと、これ言ってますが50勝目のともみね対縦。スタート。さあ勝った方が敗者復活。まず両者上がって、さあこれもレベルが高い戦いになっている。さあ同時にいって、ああ今度は盾が落ちてしまった。あーっとここでなんとともみねも落ちてしまう。さあこれは同体ということで取り直しになります。ともみねと盾。直しです。さあスタート。延長戦、ここはまず両者また同じような形、早い。さあトモミネが早い。さあここで一気にトモミネ差をつけたいところ、あーと縦落ちてしまった。さあトモミネが超えれたらですが、超えました。さあトモミネが敗者復活、トモミネ敗者復活ということになりました。さあ2巡目です。スタートです。さあ青色、さあユウとトモミネと同時に着地します。さあやはりこの緑レーンが有利な状態、青色は先行中、そしてユウと、トモミネも続く形。おっと、さあユウと耐えている。大丈夫です、ユウと耐えました。さあ全員が最後まで行きましたが、まず青色が1位、先ほどの借りを返して、さあユユと行くか。ユユと、さあこれは行ったー、ユユと行きました。ギリギリの戦いでしたが、ユユとが2位を取って、さあこれはまだ分かりません。ユユとも果たしました。さあやってまいりました決勝戦、上がってきたのはこの二人、青色とともみね。さあ青色は前回決勝戦で敗れて、そしてともみねは前々回の優勝者。さあ始まりました、前回のリベンジを果たせるか青色、それとも優勝を手にするかともみね。さあここはともみねが早い、ともみねが早い、爆速で一気にここは逆転していく。さあただまだあまり差はついていない。さあここで青色が先行する、青色が速い、青色が速い、一発でいく、全部一発でいく。さあ最後詰まる、しかしながら超えた。
青色がこの頂上決戦制しました。よって優勝は青色ということになりました。